はい、こんにちは。サックス大学の曽根和樹です。今日はですね、お知らせがありまして、ちょっとね動画撮ってるんですけど、5月の29日に名古屋でねレッスンやることになったので、それのねお知らせなんですけど、ちょっとねその友達とちょっとね名古屋に遊びに行きますので、それのねあの流れでレッスンできればいいなって、まあ、ずっとね名古屋行きたいなって思ってたんですよ。すでにね何人か名古屋の方の生徒がいるので、その方のレッスンをやりつつで、あの新しくあの動画で見てくれてる方も名古屋の方いらっしゃると思いますので、ちょっとね募集をしたいと思いますので、ね名古屋に5月29日の日曜日なんですけど、名古屋駅からね歩いてすぐというか15分ぐらいは歩くと思うんですけど、名古屋とにかく名古屋駅から、まあ、近くの場所を借りることができましたので、そこでねレッスンをやりたいと思います。で、概要欄のところに、LINE かメールアドレスね書いてありますので、ぜひねレッスン受けてみたいなっていう方はね、そこから連絡もらえるとありがたいんですけど、でちょっとねお知らせだけだとまああれなので、普段僕がどういう感じでレッスンしているかっていうのを、実際のレッスンを撮らせてもらったので、それを少しだけ流したいと思います。すでにねその方はもう何年もねレッスンに来てもらっていて、で表現のねレッスンをやっているところなので、いきなり見てちょっとわからないかもしれないんですけど、表現のねレッスンをこうやって吹いたらかっこよくなるんだよっていう、そういう表現力のレッスンをやっているので、ちょっとねいきなり見てもわからないかもしれないんですけど、表現のレッスンの実際にやってるのをちょっとお見せしたいと思います。で前編1時間レッスンなんですけど、全部をあのメンバーシップの方でもお見せしたいと思いますので、まあよかったら見てください。で今日の、まあ、お話のメインは、5月の29日名古屋で出張レッスンを僕がね行きますので、そこの生徒の募集、その日1日だけの募集なので、詳しくは場所とか金額は詳しくはメールか LINE でお問い合わせください。1時間6000円でレッスンをやりたいと思います。で2時間受けてくれる方は、ちょっとお安くして1万円でやろうと思いますので、LINE か、メールアドレスでお問い合わせください。ということで、普段ねどういう感じでレッスンしているかっていうのをちょっと見てください。どうぞ。あんまり基本的にはいい気がしないんですけど。何点？50点。マジで？だいぶいい音だよ。すごいいい音だよ。何が足りないんだよ。あと50点何が足りないの？なんすかね、パワー。めちゃめちゃいい音じゃん。こう、なんすかね、こう。85点ぐらいの音出てるよ。本当ですか？なんかこう、圧がないっつうか、パワーがないっつうか。じゃあ100点出して。いや、最初から、ここから出る、ここまでは100点のつもりで出してるんですけどね。もうやって、その、足りない50点頑張ってよ。そうすると、ただ音がでかくなっちゃうんですよね。違うんですよね。何点それ？いやー変わんないですね。マジで？めちゃめちゃいい音だよ。なんですかね、この悪くないって、この先生からこう来るこのなんですかね、音の壁つか圧力っていうかパワーっていうか。変わんないよそんなに。いい音だよ。なんかもうふわっとはしてると思うんですよ。うん、なんかこうふわ。軽いのかな、軽いってことなのかな、全然いい音だって。そうですか。あー、確かにちょっと質量が軽いかな。もうちょっとだから。また、ふがしみたいな感じ。そうだね。黒棒ぐらいがしたいですね。そうイメージ、そうだね。そういうイメージです。ふがしの軽さだから、はい、黒棒ぐらい、なんか、もうちょっとキュッと。うん。
でもいい音だよ。全然いいよ。ふがしなんだけど黒棒にしたいけどならないみたいな。あいつ俺より強くねえ状態ですよね。それはあれですかね、こいつのおかげですかね。いやめちゃめちゃいい音だよ。それで50点って言われたらもうプロ来たってなっちゃうよ。全然それだってわ低めに言ってるでしょ50。いやでも、50が正しいかどうかはあるんですけど、その自分の言い音には今言ったようにその黒棒感ないんすよね。なんかスカスカな感じがするんですよ。いや全然大丈夫だよ。ふわっとと共にそのなんかギュッと感も失われてるんじゃないかなみたいな。全然大丈夫だよ。そうですかね、ちょっと場所の違いとかにも印象の違いですかね。もう一回出して。いや、いい音じゃん。まずだから出だしが、うん、なんだろうな。それもそうですね、その発音の汚さが、うん、自分の中の印象の悪さの、うん、おお、いいじゃん。もう100点だ。もう俺よりいいよ。あいつ俺より強いんじゃねえだってなっちゃう。100本しちゃダメ。家で吹いちゃったら怒られちゃうから、
グッとこらえるわけですね。グッとこらえて。そう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 。楽器買ったけどいいで、グッとこらえる。難しいですね。100歩したら、100歩したらガーデラ、せっかくガーデラ買ったイベントが目立たなくなっちゃうわけですよね。そう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 。その日はもうガーデラ買ったっていうイベントでいいじゃん、もう。吹かないでいいよ、その日は。家帰ったら吹きたい気持ちはわかるけど、買ったっていうイベントを目立たせるためには、